今はドラムヘラーの、市街地とかダウンタウンあたりにいるんですが、何食べてるの？お皿持ってる。あ、お花持ってるな。あ、こんなところに。あ、すごい、かわいい。かわいい。これ、新しい復元が。いいね。おお、スキャンできる。今度。いいね、すごい。街中にあるから、なんかスタンプラリーみたいな。楽しい。あ、なんか子供と、これはなんだろう、はい、ティラノアルバートサウルスなのかな。セントロサウルス。また新しいスキャンするやつ。ここにもなんかいる。あ、まあ、コロナだからね。セントロサウルスストリートという通りみたいです。でもセンターストリートとも書いてあるんだよね。どうかけてんのかな。何に使うんだろう。なんかイベントとかするのか。夏とかはね、うん、結構外で。あ、ね、見て、多分うちら方向間違えてる。方向こっちか。こっちに行くんだ。今気づいた。私たちなんかルートを逆走している感じですね、うん、セントロサウルスストリートのティラノサウルスドライブという。いや、元リバーサイドドライブだ。もう何もかかってない、うん、関係ない。街中にこういう恐竜のオブジェがあったり、あとこれは、バッドランド特有なのかな、こうプールと呼ばれる形のこう地形、それだよ、地形あるんですけど、これを模してるんじゃないですかね、この椅子。どうする、キノコだったら。いや、プールじゃない。キノコだったらエリンギじゃん。エリンギかな。プールだったらこの岩が硬くて雨が降ってもあんまり浸食されなくて崩れにくいから、まあ、こう蓋というかみたいな感じになって、下の地層は一応まあ柔らかくて本当だったら浸食されてるのが残ってるって感じですね。キノコの可能性もある。でかいやつがいます。これは登れるやつです。本当だ。ホッケーのユニフォームを着てるのかな。行きます。おー、この中を登って口まで行きます。三葉樹。あ、すごい。ハドロサウルス類の背骨の骨のレプリカっぽいやつ。これはカメじゃない？カメの。これはエドモントサウルスっぽいね。うん。すごい。逆さまだけど。これ逆さまですね。ですけど、こっちが上ですね。うん、この時は骨埋まってて楽しい、ね。絵とかも描いてあるし。すげえ。モナイトもいる。ああ、ちょっと待って。ああ、ジャミシス。どうだった？どうだった？なんでゾウの反応？でも。あれ、アルバータってマンモスとかも出るから。そうね。これがマンモスの墓どうかは知らんけど。ソーシャルスペースです。おお。こ
これ今口の中に来ております。めちゃくちゃみんな投げ銭してるじゃん。歯がすごいあって見渡せますね。嬉しい、超嬉しい。ダウンタウンがあれかな、あっちかな、あっち側かな。で、あっちの方に博物館があるはずと。おー、みんなお金投げ銭してる。すごい投げ銭してますね。再生お再生文化あったの知らんかった。チップじゃない、チップ、うん、チップだよ。そうか、よくわかんない。じゃあ戻ります。ここはアンキロサウルスアベニュー。ここがアンキロサウルスアベニューです。アンキロサウルスアベニューとゴルゴサウルスストリートの、ストリートの交差点がここ。でもハドロサウルス類というか、まあ広いんだけど、うん、の物橋流と言われる恐竜の仲間で、こんな感じに解説が出てくるけど、ハドロサウルスの中でも、うん、ランベオサウルスの仲間とハドロサウルスの仲間、トサカが派手なやつと派手じゃないやつ分かれる、派手な方です。ここが多分にぎわっている、メインストリート的な場所だと思われます。街のね、街の上から車を狙っているんですかね。こう、この辺に獲物がありそう、ね、あの車狙われてる。あ、上になんかこれはドロマイオサウルス的なデイノニクス的な逆光で見えない。今はカフェに来ているんですけど、このソーシャルディスタンスを守る足跡、かわいいですね。でもこのかわいいフィギュアとかケーキの横にも、ダークロースだとかあるのかな、これアルファートサービスとかなんかラベルついてるけど、コーヒーにも、あ、違う、こっちです、スピノサウルスとかテラトプスとか書いてある。ローストの切り方で違う。でもここから下はガテマラなの。ガテマラコスタリカ。ここから下は普通。ロゴがめちゃくちゃ可愛いの。ロゴが可愛い。スタバから出てる。出てる。結構。ちゃんとしたやつが出ている。え、なんかスタバのこのロゴとさ、ティラノサウルスが共存するのさ、あんまないんだよ。ここしかないね。いい椅子ですね。なんかみんなここでタバコ吸ってる。これ絶対光るんだよ。ライトセーバー。太いよね。ライトセーバー。